尺八、歌口と補強用の埋め込みが見える。尺八類は管の上端の鋭い円に対して気流を向けることによって演奏される木管楽器である。リコーダーやティンホイッスルとは異なり、クイップルと呼ばれる管内の発音構造はない。尺八類は民族音楽及び芸術音楽において広く使用される。欧州ではロシアの民族楽器にスビレがあり、 これは少なくとも11世紀から実際に使用されていることが確認されている。中東及び地中海沿岸では足製のナーイが頻繁に使用される。ナーイの初期の方の描写は古代エジプトの墓の壁画で見ることができ、これが継続的に使用されている最古の楽器の一つであることを示している。いくつかの古代ペルシャの芸術作品はナーイの使用を描いている。トルコでは ナーイとカバルのどちらも縦吹きであるが、トルコのカバルのある種類はフィップルを有する。トルコのナーイは古典トルコ音楽及びメブレビー音楽において主要な役割を果たす。アラブのナーイとペルシアのナーイはトルコのナーイと似ている。中国には小、日本には尺八、朝鮮にはタンソ及びトンソがある。アンデスの人々はケーナを演奏する。 コピ族と彼らの祖先にあたるアメリカ合衆国南西部のアナサジは内に似た笛を持っている。ワシントは東アフリカの笛である。パンパイプも同じ双方の縦笛であるが男はなく長さの異なる複数の管がまとめられている。小泉文雄記念資料室。楽器、尺八類。東京芸術大学音楽学部。2020年8月26日閲覧。 ありがとうございます。